皆さんこんにちは、ビートクレイジーライダーです。今回はこのオズモポケット3を持ってレクサス NX での夜の撮影に行ってきました。今回は暗所性能をメインに見ていきます。いきなりの結論ですが、すごいです。これ本当にね、これほどかとびっくりでした。何がすごいのか、この後の映像でぜひご覧いただきたいのですが、暗いところでのノイズはもちろん、オートフォーカスはどうか、さすがにフルサイズミラーレスカメラとジンバルにはかなわないにしても、このポケット3があれば誰でも手軽に簡単に撮れてしまうということが分かりました。そのことを撮影していてひしひしと感じましたね。これが1インチセンサープラスジンバルの実力かと思い知らされました。はい、今回のですね、動画の内容はまずは通常の動画モードですね。そして、10ビット撮影ができる D-Log-M での撮影です。はい。まあ、正確な色を表現、どなたでも誰が見ても同じようにっていうふうに、すべて取って出しです。ホワイトバランスとかね、それはもうすべてオート。そしてカラーグレーディングも一切していません。ただ、D-Log 撮影に関しては、純正の DJI の純正のラットを当てています。ただこのラットを当てるにしても色が大きく変わりますので、ラットを当てたものと当てていないもので、分けました。それらを2つね、表示してぜひどのように色が変わるのかっていうこともご覧いただきたいと思います。そしてやはり何といっても暗所性能ですので低照度モードですよね。はい。まあ、これはね、今回低照モードをしてみて非常に興味深いいくつかのことも分かりました。それらの、まあ、今後のこう使い方というかね、こういうふうになるんだなというふうにご覧いただけたらと思います。そこでね、僕も今回一つの結論に一つ達しましたので、ぜひね、そこの部分もご覧いただきたいと思います。そして今回僕はね、非常に楽しみにしていたのが、モーションラプスです。今までモーションラプスってしたかったんですけど、まあ、タイムラプスはね、したことがあったんですけども、まあ、僕はジンバルを持っていないものですから、当然、モーションラプスはできません。タイムラプスはね、三脚に固定して何度かしたことがありますけども、モーションラプスはしたことがありませんでした。それで、このポケット3ですよ。ポケット3だと、その両方があるわけです。カメラとジンバルですよね。しかも1インチセンサーで。それで、このポケット3でこのモーションラプスがどうなるのか、どんな風に撮れるのか、これはね、僕ね、本当にね、やりたいと思いながらも、もちろん機材がないもんですから、ジンバルがないもんですからできなかったんですが、これでようやくこのポケット3ができるっていうことになって、ここもね、非常に楽しみにしていました。そして1インチセンサーを使っての写真ですね。まあ1インチセンサー、大きなセンサーで、またスマホとは違う綺麗な画質がどれほど撮れるのかっていうこともね、ぜひ試してみたくてやってみました。はい。そして最後は、まあ、評価とまとめです。今回撮影をしてみて、まあ、どういったこう結論になったのか、自分の中でこれはと思うところが、まあ、一つやはりありましたので、それもね、ぜひご覧いただきたいと思います。本当にね、この低照度モード、もうただただ驚くばかりでした。はい。そして、まあこれはね、今回の撮影ではないんですけども、本当は、まあ都会のね、今でしたらクリスマスのイルミネーションが綺麗なところに行きたいんですけども、僕が住んでいるところはね、とても田舎で、はい、そういったところはありません。ね、本来であれば、綺麗なイルミネーションが輝いているところであれば、まあ、暗所性能という意味で明るいところ、その輝くイルミネーションとそうではないところ、明暗差が非常に強くて、どれぐらいの明暗差まで撮ることができるのかっていうことまで見れるんですけども、まあ、ダイナミックレンジをね、見るには本当にイルミネーションいいんですけど、まあ、残念ながら僕が住んでいるところはないんです、そういうところが。でもね、一箇所だけありました。ものすごく綺麗なところが。まあこれを言うとどこが住んでいるのかっていうところに分かるんですけど、一箇所だけありました。それが菜花の里です。菜花の里のイルミネーションが今年も始まりました。ですので、このポケット3を持ってね、
その菜花の里に、まあ、来週ぐらいにちょっと行こうかなと思っていますので、ぜひねそれもね次回の動画になりますけれどもご覧いただきたいと思います。はい、それではちょっと前置きが長くなってしまいましたけども、それでは本編をご覧ください。どうぞ。はい、それではこのオズモポケット3でノーマルカラーで取って出しで取っていきます。撮影していきます。はい、どうでしょうね。はい、設定はね 4K48pp で撮影をしています。まあ、今はね実はこれ夜の暗いところ、まあ、暗いところというか夜のトンネルの中で撮影をしているんですよね。ですので、まあこのトンネルの、明かりがですねこの車のボディに反射をして、まあ、綺麗にこの辺りはねプレスラインが輝いていますけども、実際にこれがこの撮影でどのように映るのかっていうところも注目して見ていきたいところです。当然夜の暗いところですので白いボディに黒というコントラスト明暗さが非常に大きいところではあるんですけど、実際どうでしょうか。例えば具体的にはこういうところですね、タイヤの黒とこの白いボディね、こういったところの写りはどうでしょう。まあ、ノーマルカラーですのですべてオートで撮っています。撮って出しです。ですので ISO だといろいろな部分がねカメラが自動で制御してくれますので、そこそこはちゃんと映るのではないかと思います。今のここもそうですよね、このプレスラインここもどうでしょうか。このレクサスの塗装はですねとても綺麗で、なかなかちょっとこれだけでは分かりにくいかもしれませんが、本当こういうところ明るいところを見るとねラメが入っているように見えるんですよね。まあさすがにこういったラメまでは表現できないかもしれませんが、こういう明かりが照っているところはどのように映るでしょう。まあ、今までミラーレスで撮影をしてきましたが、特に写真でね撮るとそのラメの部分が非常にね本当に綺麗に撮ることができるんですけども、まあさすがにこれではどうかなと思うんですけど、はい、ただこのモニターオズモポケット3のモニターで見る限りはですねとても綺麗に撮れています。ボディの明暗こういったところねプレスラインのところは輝いて、そしてこういった白のところは濃淡が出るというのはとても綺麗に撮れてますね。それともう一つ注目したいのはオートフォーカスです。どうしてもねこういったこの車のボディっていうのはのっぺりとしているものですから、オートフォーカスがね本来とても合いにくいところではあるんですけども、どうでしょうか。こういった、まあ、車のボディでもこういうドアノブとかこういうところはビシッとピントが合いやすいんですけども、こういったね表面っていうのはなかなか本来合いにくいところではあるんですが、モニターを見る限りはとても綺麗に撮れてますね。はい、この後ろのヘッドライト周りもどうでしょうか。はい、ちょっとこの暗いところ明かりとは反対側の暗いところに来てみました。こういったね暗いところどうでしょう。ああ、でもこれカメラがね自動で制御してくれるということもあって、この本来今の映っているこの左リアタイヤかなり暗いんですけども、綺麗に撮れてますね。しっかりと、まあ、実際よりも明るく映っています。まあ、ここは、まあ、暗さを出したいというのであればやはりマニュアルで暗く撮影する必要がありますけども、本当この撮って出しはね
一発でポンと綺麗に撮ってくれるっていう印象です。こういった車のねボディの表面もそうですけど、こう先ほどお話ししたようにオートフォーカスはどうでしょうか。ちょっとこの辺ピントが今甘くなっているのかなっていう気がしますけどね。こういったところはビシッと合ってますけど、ちょっと今のここの部分は合いにくいのかな。まあ、本来今日はこれ低照度モードで撮影をするというのが目的ではあったんですけど、この後ね、まあ、もちろん低照度モードで撮ってみますけど、その違いっていうのも、とても楽しみにしているところです。それでは低照度モードで撮影をしていきます。低照度モードのノーマルカラーです。はい、実際ね今もこうやってパッと見ですけども、ほとんど低照度モードとそうじゃない通常のモードを見ても違いはないのかなっていうのが第一印象です。まあトンネルの中に照明がありますので、まあ、これぐらいの明るさであればほとんど変わらないのかなっていう印象ですね。はい、まあ、実際に ISO 感度だとかホワイトバランス、特に明るさに重要な ISO 感度はもうオートにしてますので、まあ、ほとんどそのカメラがね自動で制御してくれて暗くなれば感度も上げてくれますし、ほとんど実際に違いっていうのはないですね。となるとあとはノイズがどれぐらい乗ってくるのかっていうことをまた帰宅してからねパソコンのモニターでじっくりと見てみたいと思います。このあたりもプレスラインが綺麗に光が反射してますね。まあ、何度も撮影をしているこのタイヤもね、この明るさであれば十分にビシッと映ってくれています。はい、そして同様にこの照明の反対側、暗い方なんですけども、やはりここはね今照明がなくても感度を上げてくれるおかげでビシッと撮影ができていますね。かなり明るく映っています。実際にはねこれよりもうちょっと暗いんですが、しっかりと映っています。ちょっとやはりこの辺りのモールはピントがどうかなっていうふうに思いますけども、どうでしょう。それと、まあ、この暗いところで本来は手ぶれがね生じやすい条件ではあるんですけど、まあ、ここが明るいからなのか手ぶれはもう全くと言っていいほど見られません。やはり低照度モードを試すにはもっとね暗いところで見ないとダメなのかもしれませんね。さあ、低照度モード&ノーマルカラーどうでしょうか。まあ、今回このオズモポケットはねその暗所性能に直結するセンサーサイズというのが大きくなりましたので、どれぐらい感度を上げられるか、暗いところでも感度を上げてしっかりと映すことができるか、ノイズを少なくきれいに映すことができるかっていうことがね僕もとても今回楽しみにしていたんですけども、さあこれをね今からパソコンで帰ってみるのがとても楽しみです。ここからは D ログ撮影です。はい、 D ログ撮影ではどうでしょうか。もちろんそれ以外はね全てオートです。ISO 感度も、ホワイトバランスも全てオートで撮影をしています。まあ、やはりね当然ですけどコントラストは淡くなりましたね、先ほどのノーマルカラーよりも。
まあ、それでもですね、ここの今見るとここのプレスラインっていうのはしっかりとくっきりと反射して綺麗に見えます。こういった低い位置から撮影をしても全くブレっていうのはありませんね。今実は結構これね、手を左右に振っているんですけども、全くブレらしいブレは見られません。はい、そしてこのタイヤの部分、照明がありませんけども、まあ、感度がね自動ですのでこうやって明るく映っています。この辺りはちょっとねやはりね変えた方がいいのかもしれない。あの自分好みで、例えばこういったところはね、いや暗く映したいっていうのであれば、ここはやはりオートではなく感度をねマニュアルで設定するのがいいのではないでしょうか。ということでちょっとね今から感度をあのマニュアルで撮影をしていきます。というのもミラーレスでの撮影は全てマニュアルで撮っていますので、やはり自分の好みの明るさで撮りたいなというふうにあの思ってしまいますので、ちょっとねここからマニュアル撮影に切り替えていきますね。はい、ここからは ISO 感度を50から800に設定しました。はい、でまあ、今のこの状態でこれねとてもあの嬉しい機能、あこれが確認できるんだよかったと思ったのが、あの右上に露出計がついてるんですね。ちゃんとマニュアルにすると現在の露出が数字がどうなのかっていうのがちゃんと表示されます。ですので今これがあのゼロとなっています、露出がね。ということは露出があの50から800のその間に収まっているということですね。上限の ISO 感度の800以上になっていませんよ、その範囲内で撮影をしていますよということを意味します。これ嬉しい機能だな、あってよかった。これがちょっと僕心配ではあったんですけどね。はい、ではこの照明がないところで撮影をします。あやはりねここはね今露出計がマイナス3と出ました。つまり ISO 感度800を超えてしまう、露出をゼロにできない値になったということを意味しますよね。ではここでちょっと ISO 感度を変えてみましょうか。はい、今これ ISO 感度をですね50から3200まで上げました。となると先ほどマイナス3だった露出がマイナス 1.3 まで明るくなりました。当然このタイヤもね先ほどよりだいぶ明るく映っています。でもね実際にはこんなに明るくありません、本当の実物の明るさは。やはりあの感度を上げるのはもちろんそれはそれでいいんですけども、やはりね自分が意図した明るさにはならないと、まあ、そこはそれで良しとするのか、いやいやちゃんとやはり暗いところは暗く撮りたいというのであれば、やはりそこはちょっと自分で調節する必要が出てきます。例えばこれが今暗いところなのでまだいいんですけども、例えばねあのイルミネーションのような明るいところだと白飛びする可能性がありますので、そこはしっかりと確認しながら撮影をしていきたいところです。さあ今この状態で全体を撮ってみますと、当然これ50から3200ですので、こういうところは今50で撮っていると思います。実際の露出計は0となっていますからね。いやだけどこれ本当綺麗に撮れてるな。この左後ろのタイヤもここに来ると今マイナス7となりましたね。はい、ということはやはり3200の ISO 感度を超えているということです。あ、今マイナス 1.3 に露出がなりました。ではこれが低照度モードにするとどうなるのかっていうところも見ていきたいところです。それではここから低照度モードです。低照度モードの ISO 感度はオートで撮影をしています。
ですので、オートですので、まあ、オートにしてしまうとね、まあ、残念ながらあの露出系が表示をされないんですけども、おそらく今からタイヤを映しますけども、あのライトが当たっていないところね、かなり明るく映るのではないでしょうか。はい、ご覧のようにかなり明るいですね。これもちろん低照度モードですので、ISO感度がかなり上がっていると思います。さあ、まあ、明るく映ることと、まあ、それはそれとして、ノイズはどうでしょうか。例えばね、このタイヤのところはもちろんタイヤも暗いんです。実はここのここですよね。タイヤの上っていうのはかなり暗い部分になりますので、どうでしょう。あとはタイヤだけじゃなく、このフォグ周りもね、黒ですので、どうでしょう。はい、この後ろのタイヤの周りも明るく映りますね、やはりね。さあ、それではこの低照度モードで ISO 感度を少し設定してみましょう。一つね、言い忘れてましたけども、今この低照度モードにすると ISO 感度が50からね、なんとね、最大16000となってました。それだけあればタイヤのところが明るく映るはずですよね。はい、それではこの低照度モードでのノーマルカラー、そして ISO 感度を50から1600までとしました。マニュアルです。まあ、今この状態では露出はマイナス 0.3 となっています。まあ、低照度モードで ISO 感度をオートに設定してしまうというのはちょっとね、どうなのかなっていう気がしますよね。明るさがそれだったらノーマルカーでもいいじゃないかっていう風になるかもしれません。このあたりはもうちょっと、まあ、いろいろと使いこなしていきたいところです。まあ、これだと単なるノーマルカラーで撮影しているノーマルというか低照モードにする意味っていうのがなくなりますからね。ただまあどうしても暗いところで明るくしたいっていう時に ISO 感度をオートにしてもいいのかもしれません。そうすると16000まで最大で上がりますからね。今この露出計ではマイナス3となっています。それではいよいよここからカラーを変えました。 Glog M10 ビット撮影です。そして ISO 感度は50から1600としました。まあ、やはりね、当然ですけども、やはりこの10ビットカラーにしますと色が淡くなりますよね。まあ、とはいえここのプレスラインの反射はしてますけども、やはりこの反射は弱くなりましたね。まあ、それだけコントラストが弱くなっているということです。そしてこのタイヤの部分もどうでしょうね。ログ撮影ですので黒つぶれせずに撮れているでしょうか。こうやってポケット3のモニターを見ていても色が淡くなっているなっていうのがよくわかります。でもただこれはこれで自然な色でいいですけどね。これちゃんとね、ISO 感度が今この
シチュエーションでどれだけになるのかということを実は確認っていう設定画面から見ることができるんですけども、このボンネット上このように撮影すると740と出ていました。この状態で、そしてこのライトがねしっかりと正面から当たっているところに関しては580でした。まあ、これぐらいの明るさであればそれぐらいで撮れるっていうことです。まあ、1インチセンサーでこの ISO 感度であれば十分に綺麗に撮れるのではと思います。特にこのねグリル周りなんかは、まあ、こういったグレーですのでノイズが伸びやすい部分ではあるんですけども綺麗に撮れていると思います。ヘッドライトもね、ごめんなさい、テールランプもね、こういう赤いんですけども、決して派手すぎず、自然な色合いで、僕はやっぱりここに関しては、ノーマルカラーよりも、こちらの D ログの方がいいなとさえ思います。さあ、このライトが当たっていない左側、ここでもね、今これぐらいの条件であれば、露出系は0となってますので、ISO 感度1600で十分に対応できているっていうことになりますし、そしてこのタイヤ周りはここで今マイナス 2.0 となりました。ただこれでもね今この状態でもちょっと実際より明るいのかなという印象さえあります。まあ1段ほどではないにしても、ちょうど本当見た目にかなり近いぐらい、もうちょっと実際くらい 0.7 ぐらい、1段とはいかないまでも 0.7 ぐらい実際には暗いのかなっていうぐらいですので、実際はねですので本当これぐらいでが自然な色合いだなっていうふうに思います。それではですね、まあいろいろと露出を ISO 感度を基本的に ISO 感度を中心にいろいろと書いて撮影してきましたけども、実際の本当の明るさっていうのはどれくらいなのかっていうところをちょっとここで撮影をしていきます。はい、シャッター速度を50分の1にするとこの条件下での ISO 感度800となりました。露出がね0とするためには800が必要というふうになりました。はい、そしてこの実際の明るさはこれだけだということです。まあ800でこの状態でこのように動画が撮れてしまうということですので、やはりねこの1インチセンサーという実力はとてもすごいのではないでしょうか。本当に綺麗に撮れてます。まあ、この小さなねポケット3の本体、小さな2インチのモニターでさえ綺麗に撮れているのが分かるぐらいですので、パソコンのねモニターで見たら本当にこれは綺麗なんだろうなと思います。今ここの条件、このサイドから見ると露出は 0.7 プラスですからね。まあ、後ろのこのリアガラスのところでマイナス 0.7、 そして何度も映してますけどねこのタイヤの部分でマイナス 2.7 となってますけども、これでやはり ISO 感度を固定していますので、やっとここでね自然な色合い、明るさというか見た目に近い明るさになりました。やはりこうやって ISO 感度を固定するとよくわかるなというのが印象です。では今ちょっとふと思ったんですけど、 ISO 感度を固定して、低照度モードにするとどうなるのかっていうのもちょっと今からやってみますね。ただそうなると低照度モードではカラーがね録撮影はできなくなります。ノーマルとなりますので、ノーマルカラーでの ISO 感度を固定800というのにしてみますね。
それではこちらが低照度モードでの ISO 感度800と、もちろんカラーはノーマルです。まあ低照度モードにするってこの設定の意味っていうのはあまりもうないのかなっていう気がしますけどもね。うん、これだと普通に低照度モードなんかではなく普通の単なるノーマルの取っ手出しでいいじゃないかっていうふうに自分でも思いますけど、まあちょっと実験的にねやってみました。ノーマルカーにするとやはりコントラストがねビシッと、うん、出るな。これすごいな、このボディの輝き方、ほんとこれはビシッと出ますね。で今この状態で露出はマイナス 1.0 です。ちょうどこのサイドに来るともうちょっと明るくなるんじゃないかな。うん、これでマイナス 0.3 で、ここのボンネットでマイナス 1.3、 サイドがマイナス 0.3、 そしてこのボンネットがマイナス 1.3、一段暗くなりましたね。そしてこのフロントタイヤの周り、ここでマイナス3。これ今ね800とちょっと見た目より暗くなりました。まあやはりね低照度モードで ISO 感度を、まあ、ここまで暗くするというか固定してしまうっていう意味合いっていうのはやっぱりないのかなと思います。でまあここまで自分で撮って今思ったんですけど、実はこのトンネルの中でこれだけ照明があると実際に低照度モードで映す意味合いっていうのはやはり今の現時点での結論はないというふうに思いました。やはり低照モードを使うにはもっと暗いところでないとその本領は発揮できないのではと思います。これだけ明るいとね実際のところ感度は低照モードなんかにしなくても通常の ISO 感度内で十分に対応できてしまう、1インチセンサーであれば十分に大丈夫っていうのが現時点での結論となりました。ですので今からちょっとね場所を変えてもっと暗いところで撮影をしようと思います。まあ、これだけ明るいと本当に、まあ、この1インチセンサーっていうのはすごいなっていうのがよくわかりました。はい、ではここまでね撮影をしてちょっとまあ繰り返しになりますけども、やはりこれだけ明るいと低照度モードにする必要さえなかったっていうのが結論です。ですので今からねちょっともっと暗いところに行って低照モードを試してこようと思います。ですがその前に一つねちょっとやりたいことがあります。それがハイパーラプスです。実は僕ねタイムラプスはミラーレスで今まで撮ったことがあったんですけども、実はこのハイパーラプスってのはしたことがなくて非常にねこれをね楽しみにしていました。なかなかこのジンバルを動かしながらタイムラプスをするっていうのはもちろんこういったこのポケット3でないとなかなかできることではありませんので、これをね個人的にとても楽しみにしていました。ちょっとまあ本当はねもっと綺麗なところで撮影をしたいんですけども、まあこんなところでありますけど、どんな風にできるのか今から楽しみでやってみます。それでは移動してきました。かなり暗いところになっています。はい、設定はですねやはりノーマルの取っ手出しでホワイトバランス、ISO感度ともすべてオートとなっています。はい、ではこの暗いところでの撮影はどうでしょうか。本当はねもう少し一箇所暗いところに行こうと思ったら本当にそこ街灯も何にもないところで全く車も映らないようなところでしたので、さすがにねちょっとここはやめて少し明かりがあるところに来たんですけども、まあここでもねやはりかなり暗いところですので、まあこの暗いところでの映りがよくわかるのではと思います。ここなんかはね今ボンネットの上は真上からの明かりで照らせているんですけど、まあ先ほどのところトンネルの中よりかはかなり暗い場所となっています。まあ、肉眼で見てもねこの車の塗装のラメの部分っていうのは非常に綺麗に見えますね。
こうやってね、ラメ状に塗装が見えるんですけども、このポケット3のモニターで見てもね、このラメの映りが綺麗に映っているのが見えます。すごいな、やはりこのセンサー。はい、ではこれがノーマルでの、色というか写りですね。まあ、ここボディの左側面になると、あの真上からのライトがちょっと影になって明るさが落ちますけど、どうでしょう。モニター上はそれでもしっかりと写っているように見えるほどです。特にね、このリアのテールランプなんかはもうほとんど明かりという明かりはないんですけど、まあ特にあとこのリアバンパーね、もうかなり暗い。それでもしっかりと映っているように見えますね。まあこちら側に来るとだいぶ明るさが違いますよね。この右のフェンダーと左のフェンダー、特に左フェンダーならまだしも、特にこの下ね。はい、それではここまで暗い状況ですけど、一度ね、低照灯モードにする前に ISO 感度を固定して、実際にはこれぐらいの明るさっていうのをご覧いただこうかと思います。はい、ではこのボンネットを基準として ISO 感度を上げてみました。今ISO 感度はね、マニュアルにして、マニュアルの3200です。3200でこのボンネットが露出がね、0となるようにしました。はい、で3200でのこの写りですよね。3200まで上げると、果たしてどこまでノイズが乗るのか。実際モニター上、ポケット3のモニターと実際の車を見ると、明るさとしてはほぼほぼ正確な明るさになっているように思いますね。ちょっとだけ明るいかなっていうふうに思いますけど、やっぱり露出計見てもプラス 0.7 となっていますので、ちょっと明るいのかな。はい、まあこの左ライトが当たってない左ドアあたりは、まあだいぶ暗いですよね。そしてこのテールランプ、ここでのノイズの乗り方、はい、まあこちらはね、ちょっとライトが当たってますけども、この辺りこうやってライトを照らすと、まあ、ここでマイナス 0.7、 こちら側はマイナス 1.3。 さあどうでしょうかね。ちょっと風がねあって、ちょっと風切り音が心配ですけど、さあこのノーマルの取っ手出し、 ISO 感度はノーマル、そして ISO 感度だけ、3200の固定としました。まあちょっとでもこうやってライトが当たると、本当にね、まあこれ塗装がね、もともとこのレクサスは綺麗でラメのように綺麗なんですけども、この1インチセンサーがよりね、それらを綺麗に映してくれているように思います。まあ、このグリルも暗いんですけど、まあ、どうでしょうか。はい、それではここからまたちょっと変えていきます。はい、それではここからは D ログ撮影です。10ビットの D ログ撮影で、 ISO 感度はやはり引き続き3200の固定としました。
はい、色がねやはり淡くなりました。色が淡くなったことでより一層ねこの白いボディの輝きが増したように見えます。はい、どうでしょう。ここは露出がマイナス 3.0 かな、うん、まあ、ただほぼほぼ見た目通りの明るさですね。うん、こうやって見てもほぼもう見た目通りの明るさで映っています。やっぱりイソ感度をこうやって固定してあげるととてもやはり使いやすいです。その場面場面でね、まあオートにするといい時もあるんですけど、意図しないところで明るくなりすぎたりするっていうことがどうしても出てきてしまいますので、やはり固定にすると、まあ、使いやすく自分の思った通りの明るさにすることができます。はい、それではISO感度3200に固定した D ログ撮影でした。それではここからいよいよ低照度モードで撮影をしていきます。カラーはノーマルです。 ISO 感度はオートにしました。はい、綺麗に撮れてますね。もうこれ本当もうとにかくもう驚くばかりですけども、この1インチセンサー本当にすごい。こういったところでもビシッとこの車のねプレスラインにでくっきり出た明るさ、色の反射がくっきりと取れてますもんね。こういったところね、こういったところにビシッとこの光の反射が出てますよね。これねスマホで撮っていて思うんですけど出ないんですよ、なかなかこのプレスラインのこの綺麗な反射が。これがやはりミラーレスフルサイズのカメラで撮るとここが綺麗に反射して映るんですけど、まさかねこのオズモポケットのこの1インチセンサーでもここまで出るとは思いませんでした。ただただ驚くばかりです。のこのプレスラインで非常にくっきりと分かれてますよね、色がね。うん、すごいなこれは。低照度モード、うん、もうこの明るさでもこんだけ撮れてしまう、うん、多分これね低照モードで撮ってますけどこの明るさでも多分低照度モードにしなくても多分いいぐらいではないかと思うぐらいです。低照度モードですけど多分こんなに明るこれほどの、まあ、明るさであれば低照度モードじゃなくても多分撮れてしまうほどではないかなと思うほどですね。うん、こういうところだったらねこれぐらいあればもう十分撮れてしまうもん。まあ今この撮影をしているところはね、まあちょうど上に実はねこういったところなんですよ。はい、今道路の上にですねこういうふうに照明がこのようにあって、この道路の上の照明から下にある車がこのように照らされているっていうこういうところなんですよね。うん、ですのでまあこれだけの今明かりがあるんですけど実際には結構暗い場所です。そしてこの明るさライトの照明の明るさが外れると実はもうこんなところですからね。うん、今これ低照度モードでぐっと明るさが持ち上げられてこんだけ撮ってますけど実は真っ暗ですよ。この先ほとんど何にも見えない実際は。うん、それでもこれだけ綺麗に撮れる、まあ僕が住んでいるところはとても田舎でねこうやって周りに畑とかこういうところがいっぱいあるところなんですけど、うん、まあ実際には今
このモニターではこのように映ってますけどもね、遠くにあるかすかな明かりも見えてますけども、実際にはほとんど何にも見えていません。ところが、まあ、この低照度モードだと、まあ、ここまで綺麗に映してくれる、まあ、ただただ驚くばかりですね。すごいなこれは。まあオズモポケットを買った理由の一つに、まあ、実はねもうすぐ旅行に行くもんですから、その時にねどれだけ綺麗に撮れるのか、まあ、このポケット3を持っていくのはもう今から本当に楽しみです。はい、ではねここまで、撮影して、まあ、分かったことはやはりこの低照モード本当にすごいなということが分かりました。まあ実際ねちょっと帰ってからパソコンでモニターでじっくり見たいんですけども、それでもこのポケット3本体のモニターで見るだけでもね本当に綺麗に撮れているっていうのが分かるほどです。はい、今回はねこのポケット3の低照度モード、そしてあと D-Log M 10ビット撮影でどれぐらいどういう差があるのかとか、まあ、いろんなことをちょっと試してみたりしました。はい、ちょっとまあただただ驚くばかりでしたけどね、本当に綺麗に撮れるということが分かりました。本当どのカラーモードにしてもねとても綺麗に撮れるんで、まあこれは本当に旅行とかね Vlog にはもうこれ以上はないと思うほどでした。はい、皆さんここまでご覧いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回のねこのポケット3の夜の撮影の美しさ、さすがにね、まあやはりフルサイズカメラプラスジンバルにはかなわないにしても、むしろこの小ささね、この小ささで1インチセンサーを積んでなおかつジンバルもあり、そのことがすごいと思い知らされました。まあ、これ以上の美しさを求める場面の方がむしろ僕の撮影の中では少ないのではと思うほどでした。まあ、これまでもフルサイズのカメラでですね NX を撮ってきましたが、やはりねジンバルがないと大変でした。まあ、写真はもちろんそんなことありませんけども、動画はね大変でした。カメラをねもうがっしりと構えてなんとか手ぶれをしないようにとしてきましたが、やはりねどうしてもねそれは限界があります。どうしてもブレが出てきてしまうんですよね、どんなにうまくしていても。特にもう歩いたいカメラを持ちながら歩くっていうのは、まあ、まずほぼほぼもう無理でしたね実際には。まあカメラのパンとかチルトとか方向を変える、しゃがんだり立ったりっていうそういう動きならまだしも、歩くっていうのはもう絶対無理でしたね。まあ、どうしてもそういったカメラと、まあ、機材も大きく重くなってしまいますけども、それがねこのポケット3であればこの大きさですよ、この大きさで夜もこれだけ綺麗に撮れるというのはもうただただ驚くばかりでした。むしろこの大きさでこれだけの画質を撮ってくれるっていうのはすごいとしか言いようがありません。今回は、まあ、初めてでうまくできなかったんですけどね、1回だけしてみたモーションラプスです。はい、カメラとジンバルを組み合わせたポケット3ならではの唯一の機能ですよね。これはね、非常に楽しみで、これからたくさん撮影していきたいと思わせてくれました。この大きさですからね、フルサイズのミラーレスカメラを入れたカバンの横にもポンと入れておいて、いつでも手軽に簡単に撮影ができるということです。夜も問題なく撮れるということが今回の撮影で分かりましたしね。はい、そして実際に撮影していてバッテリーが残り少なくなったんですけども、僕らがね購入したのはこちらのクリエイターコンボモデルですので、この拡張バッテリー、これをねつなぐことで撮影時間もさらに延長して撮ることができました。はい、次回はイルミネーションが本当にとてもね綺麗なナバナの里に行って撮影をしてきます。ぜひね
高評価とチャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではじゃあね、バイバイ。